原神のか。すごいな。ラッピングって日本だけじゃなくていろんなところでやってるんだ。へえ。待って、すごくない？ゲームとかやっぱポケモンもそうだけどさ、すごいな。ラッピングって至るお金があればできるのお金があればできる？ホロライブもできるってこと？ホロライブのラッピング飛行機できるの？ホロライブもラッピングできるんかな？鬼滅もあったんだ。ホロライブジェットできるんか。あれな？うわぁ、現実的な話になっちゃうな。いくらなんだろう。ヤゴ頑張って。忍者？なんだ忍者。忍者。名前。忍者。ごじゃる。忍び？コールサインってなんかルールとかない？好きにつけられるのか。忍者。忍。ノット忍。忍者って名前つけられがち？あ、そうなんだ。なんか忍者、日本にまだ忍者がいるってなんか思われてるっぽいよね。なんか海外の人から。わ、すごいな。忍者いる？忍者いるもん。忍者はいる。特定の場所に行けば、ホロにも二人ほど。空飛ぶゴリラとは。空飛ぶゴリラ。なにこれ。タイガーか。キャラクターなのか。楽天の書いてあるな。羽が生えたゴリラ、それはカナタンでは。やめなさい。でも意外と、なんかキャラクター書いてある飛行機って多いんだな。なるほどね。何も言ってませんが。何がいいんだろうな。でもなんかさ、やっぱ機体をさ、生かしたさ、ペイントいいよね。だから、白イルカもいいし、ウミガメもいいし、そう。シャチもいるの？次回はぜひ、悪炭空港。待って、悪炭空港なんてあるの？悪炭空港もうあるんかい。どこ？アメリカ。アリューシャン列島。いや、悪炭島。まず悪炭島っていう場所がある。アラスカ。すごいな。いろいろあるな。悪炭空港もありました。